グイドバルド・ダ・モンテフェルトロは、イタリアの傭兵、ウルビーヌ公フェデリーコ・ダ・モンテフェルトロと、妻、バッティスタス・フォルザの子として、グッピオで生まれた。1489年に、マントバ公、フランチェスコ2世、ゴンザーガの妹エリザベッタと結婚した。グイドバルドの性的不能のせいで二人には、子供ができないものの、エリザベッタは、彼との離婚に同意しなかった。 フランスオシャルル8世が南イタリアに侵攻した際、強行軍側について戦った。後、ベネツィア共和国に雇われた。1496年、強行軍についてブラッチャーの近郊で戦った際、グイドバルドーはオルシーニケとビテリケに捕らえられ、同じ年のうちに解放された。グイドバルドーは1502年にチェーザレ・ボルジア軍に攻められて、ウルビーノから逃れたが、 その翌年に、チェーザレの父ローマ教皇アレクサンデル六世が、崩御してチェーザレが失脚すると、ウルビーノへ舞い戻った。子供のないグイドバルドは、姉ジョバンナの子で、教皇ユリウス二世の位にあたるデッラ・ローベレ家のフランチェスコ・マリアを養子にした。ウルビーノの宮廷は、当時イタリアで、最も洗練された、華やかな宮廷の一つと言われていた。 宮廷の様子を記したバルダッサーレ・レカスティリオーネやポリドレ・ベルギルラがグイドバルド夫妻のもとで働き、ラファエロもよく出入りした。数学者、修道士のルカ・パチョーリはグイドバルドの父フェデリーコの旧友であり、グイドバルド自身もパチョーリを支援した。グイドバルドは商業が国の繁栄に重要であることを理解し、パチョーリには会計の教育も進めた。このため、パチョリの著書、 スむもの冒頭には、ウルビーの公への献示がある。グイドバルドは、フォッソンブローネで、ペラグラのため、36歳で若字にし、あと、フランチェスコ・マリアが継いだ。ありがとうございます。